皆さんこんにちは、ジョコバナです。ついにこの現実と向き合わなければならない瞬間が来ました。こちらの八木雄星さんのファースト写真集コンタクト、私がしているのはカラーコンタクトなんですけれども、写真集発売イベントがありまして、アボト君の時の通所会は変えたら 100% 通所取れるよっていうやつで先着順だったんですよ。なんですけど、雄星は抽選だったんですね。3冊買ったら1回通所が取れるよみたいな、1冊だったらお見送り会というかお渡し会に参加できるよみたいなやつで、前もまことくんと通所取ったし、ゆうせいとも取りたいなと思って、楽しかったから取りたいなと思って応募して、そうですね、レポ動画だったりとかもろもろの動画が上がってないということでお察ししていただけたかなとは思うんですけど、まあそれ以上はちょっと一旦聞かないでいただきたいなって本当に思い出すだけでちょっときついという感じですね。配れる人には若干配りまして、それでもまだ在庫が家にある感じで、とりあえずもここに10冊だけ並べました。なんですけど、これ未開封なんですよ。開封も2冊しかしてないのね。一旦この手元にある方の2冊しかしてなくて、中に全6種類のランダムトレカが入ってるんですね。なのでこちらを開けていきたいと思います。プレゼント企画みたいなことをやろうかなとも思ってるんですけど、今回の動画では多分募集はしなくて、っていうのもこの写真集以外にも最近 BOT の開封だったりとかでいっぱい開封したものがありまして、それも一緒にプレゼント企画やりたいなと思ってて、夏休みもね近いので夏休みあたりにやろうかなと思ってるので、お楽しみに。なんか多分これは外れた人に送られてくるやつで、多分全3種類なのかな、なんですけど、このこれがねめちゃくちゃ出た。中に入ってるトレカ2個だけ開けてるんですけど、銀のやつで、1枚はなんか確定のやつが入ってんだよね、スペシャルトレカってやつ。これがねスペシャルトレカでキラキラのやつなんですけど、こんな感じで、これは絶対入ってるやつで、もう1枚がっていう、このランダムが全6種類ということで、6種類揃うまで開けたいと思います。とりあえず10冊、大丈夫、安心して、6種類揃わなくてもあっちに在庫あるから。うん、この今もう開けてあるやつで2種類はあるんですけど、2種類先に見せるね。出たのがね、1枚目がこれ、この雪山のやつです。こんな感じと、焼き鳥食べてるやつかです。この2枚は出てるので、残り4枚、9みたいになってですけど、やっていきますね。はい、そんな動画です。今日は自分と向き合う動画というか、そんなこともあるよねっていう。しかもさ、これをこの失敗じゃないけど、その失敗じゃないよ、だってこんなにいっぱい雄星が家に来てくれてんだから失敗じゃないんだけど、この当たらなかった教訓を糧にわいわい学べよって話なの。昔もね、バクステのね、もうスクラッチのくじがもう死ぬほど出てきた時とかもあったし、もう何度も抽選のやつは楽しいなって思うぐらいの値段までしかやっちゃダメって自分で決めてんの。絶対に当てたい気持ちはあるけど、うわ外れちゃったあははくらいの金額までって決めてたんですけど、まあ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 、またバトルオブ東京同じぐらいの金額を使ったんですよ。まあ、ゆせにこの金額を使ったんだから、まことくんのお誕生日もこのくらい使おうという感じで使っちゃったんですけど、働きます。というわけで開けてきますか。まず1冊目、ストレートにね6種類コンプしたら嬉しいことをこの上ないんですけど、なんかそのこの間さ TikTok でさ、なんかジャニオタだったけど LDH の沼に最近落ちたみたいな人の動画が出てきて、で初めて LDH のランダムの洗礼を受けますみたいな感じの動画だったんよ。からおー何開けんのかなと思ったら、全然なんか見覚えがない、こんなの出てたっけみたいなグッズで、 BOT 最近の動画っぽいんだけど BOT とかで出てたっけなみたいな感じのものを持ってて、銀の袋で何出てくんのかなと思ったら、このユセのこのトレカのこの袋だったのよ。だからユセしか出ねえやんけみたいな、まだ洗礼を受けていないがなと思ったんですけど、 TikTok 楽しいなと思います。これ前髪短くね、中身はねもう見た人もいるかもしれないし見てない人もいるかもしれないしっていう感じじゃないですけど、中身はねやっと読めました。この間結構温めておいて、まあ、そのショックで読めてなかったんですよ最初。でこの後ろにね QR コードが入ってて、これが4月26日までということなので、来年のね4月なので、それまでに発送っていうか皆さんに配れるように、配れるっていうか、はい、プレゼントできるように頑張りたいと思うんですけれども、開けてきます。第1弾、じゃん、2枚目見たことないやつ出てきてほしいですね。せーの、じゃん、あれさっきもいたんじゃないこれ、わー最初から被ってる、まあ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 、次行きます。これは特別限定版ということで、普通に売ってるやつとは表紙が違うのかな、トレカも確か違うんですけど、いろいろ多分なんとか版っていうのがあるんですけど、これはとりあえず
これだけ買ってる。結局まことくんのやつもね、実家に何冊か置いてあるけど、とりあえず手持ちは1冊にしたかなってぐらい配った。まことくんのやつはさ、だっていっぱい買わなくても買った分だけ写真撮れるやつ、買った分というか買えた分だけ撮れるやつだったからっていうのもあり。2冊目でもやっぱ楽しい。なんかランダムに狂いし女だから、やっぱ LDH はランダム大好き女が揃ってるから、わかんない、そういう教育をされてるから。いきまーす、せーの、はい。お、すげえ、めちゃくちゃかっこいいやんけ。どういうこと、もう本当に、はあ、かっこいい。ゆせさ、すごい細くなったやん。細くなったけど、やっぱ体熱いなって、そのライブで見るたびに思う。やっぱり熱くていいなって思うわ。というわけで、これで3種類ですね。10冊開ければね、もう出るというか、揃うと思うんだけどね。どうだろう。まことくんの時もポストカードかな、なんかがランダムだったんですけど。まことくんもトレカだったらな、携帯の後ろとかに挟めたんだけどな。次行きます。せーの、てれ、あ、あ、持ってないやつだ。しかもめっちゃ可愛い。可愛い。保護、かわいい。かわいい。あれ見たっていうか、そういや、あのホストのやつ見てた、みんな。あのネタバレになっちゃうんだけど、2回キスシーンあんで、リハとかも入れたら何回キスしたのかなーって思って。なんかもうこの年になってくるとさ、まあ、高校生とかの時だったら絶対うちはもうほんとやむってなってたんだけど、この年になってくるとキスシーンは別になんとも思わない。なんか誠くんのしがてらのなんかベッドシーンみたいなやつも、まあ、あれは何とも思わないは持ってる、何とも思わなくもなかった、うわすげえと思ったけど、相手の女優さんに嫉妬とかないよって、もうそういう感情が、まあ、ある人もいると思うよ。わいはもう亡くなってて、お相手のね桜井由紀さんも好きだったし、ふわーって感じだったんだけど、でもそれホストじゃんってなった最後。それホストだけど大丈夫、多分ホスト上がりますみたいな最後だったんだけど、それはどうなんていう、あ、ちょっと待って、多分見たことないやつだ。せーの、じゃんじゃーん、着物着たゆせですね。うわー、ちょっとすごい唇がプニプニプリョン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 で、エッチだなー。ネイルというか爪がついてるので、ちょっと女の子らしい手に、結構ゆせの手ごついんですけど、割とワイはごついなと思って見てるんだけど、爪つけるとやっぱ見た目変わるよね。ワイもさ、今さ爪切ったばっかりなんだけど、爪伸びてる時の方が手がちょっと綺麗に見えるから、今ちょっと伸ばしてます。 EOT までに伸ばせるという採算で切った。というわけで 1,2,3,4,5、 え、もう5枚揃ってるからね。これワンチャンいけるんちゃう。で、あの未開封をみんなにプレゼントすれば、みんなもそのトレカを開ける楽しみを楽しめるという感じで、私の動画を見てて私の連絡先が分かる人か、私のお兄ちゃんの連絡先が分かる人か、私の妹の連絡先が分かる方は、全然送りますのでご連絡ください。ほんとユセの私の周りの認知度もめちゃくちゃ上がっててさ、前の好きになった当初は結構なんかファンタスティックスのボーカルの子でって言っても分かんない子がなかなかいたんですけど、最近はもう結構ね、ああ、あの子ねみたいな感じになるので、本当にすげえなと思います。ファンタスティックスの窓口としてね、頑張っていただいてるということなんですけれども、もう一個何なんだろう、種類。なんか画像一応保存しといたんだけど、携帯が今 あっちにあるので、ちょっとなんかもう、てかこの価格珍しくない？せーの、タラン、かぶってない、かぶってないわ。え、ちょっと待って、すごい、結構マジでいい成績、なかなかだよ。 1,2,3,4,5,6、 これ合ってるよね、合ってる。え、待って、コンプしたわ。こんなにスムーズにいくことある？最近の開封でさ、推しが出ないというさ悲しみがあったから、こんなにスムーズにいってちょっと怖いわ。1枚目、まあちょっと順番は順不同なんですけど、1枚目、2枚目、かわいい、これ、あー、これもかわいい、3枚目、4枚目で、5枚目、これもかわいいね、6枚目っていう感じですね。我が一番好きなのは、どれにしようかな。どれも好きなんだけど、これさ、髪の毛明るい方が好きなのね。黒髪もかっこいいんだけど、この2枚がちょっとチョキ。わー、かっこいいな。あれ、待って、今日からじゃん。この動画上がってたら昨日なんですけど、ドラマも始まるんでね、あのマイマイマインちゃんの、あのうちらの世代はもうマイマイマインちゃんって言ったらもうすぐわかんの、あのハッピーハッピーハッピーってわかる、マイマイマインちゃんわかる、あの私たちの小さい頃の教育テレビの料理番組に出てたミラクルマインちゃんみたいな感じの料理番組があったの。今多分クックルンなんだけど、その出てた福原遥ちゃんがゆせの彼女役かなんかで、で妊娠しちゃってるみたいな。しかもさ、なんか鈴鹿央士くんもさ、なんかメインキャストとしてこうゆせよりもうメインって感じなんだから、なんだけどさ、ユセはどういった立場で出てくるのかなっていうところが見ものなんですけど、まあそんな感じの今期のドラマもね楽しみなんですけれど、ワンクールワンクールね、ユセが出てるドラマだったりとか
多いので伊勢ファンとしては楽しい日々を過ごしてるんですけど、まさかトレカ開封もこんなにスムーズにいくとはという感じで、このねキラキラの方のやつもいっぱいあるので、これ自体がもうキラキラ加工されてるんだけど、トレカケースみたいなやつに入れるだけでさ、サンリオのやつとか可愛い感じに入れられそうだよねっていう感じで悩みつつも、ちょっとケース買っていきたいと思います。未開封がなんとここに置いてある分だけなんですけど、5冊手に入ったので、はい、5人くらいかな、プレゼントする動画も後に上げたいなと思うんですけど、また詳細はね後に上げると思うので、 YouTube で募集するんですけど、参加方法はインスタとか Twitter 使ってになるかなと、今回もなるかなと思うので、よかったらその他の SNS のフォローもよろしくお願いします。それではチョコバナーでした。バイバーイ。